天使なたっくんです。ニコニコリンクときちゃんです。はい、というわけで今回はこちらポケモンセンター東京 DX さんに遊びに来ました。今日はいつもと違う夢の企画をします。何でしょう。買い放題なんですが、可能使えません。でも時間制限がないっていうメリットがあります。例えばここにぬいぐるみがあります。ぬいぐるみ持ちます、どんどん積み上げてって持てなくなったら終了。あ、なるほどね。おお、こうやって今まではアクアフシーナ、アクアフシーナって言ってたでしょ。これはないんです。じゃあ無限に持てるんだったらもう全部買っていい。あ、そう、あ、なるほど。自分が持ちきれる分だけ買ってもいいよっていう、なるほどそう、だからたくんはルンパパめっちゃ欲しいなと思ったらルンパパって買えるってことだ。わかった。わかりました、よし、じゃあね、早速ね、向こうに行って入り口のところからウェーって楽しよう。イエーイ、じゃあ行きましょう。イエーイ、よし。はい、いつもならここでね、こうやって顔を持ってるんですが、こっち裏です。うわぁ、なんか変な感じやな。ね、好きに買ってください、二人とも。オッケー。さあ、スタートだ。よっしゃー。じゃあ、どうしよう。そうなのよ、焦らなくていいってところがいいところですね。確かに。よし、じゃあね、ちょっと私は作戦を立てました。こう持つとダメなんです。こう持つとすぐ終わっちゃうから、私はこのカバンを1個手にしてここにかけるという作戦です。いや、でもなんかこれとか普段使いできそうでめちゃくちゃ可愛いな。いっぱい入るのこれなの。これにする。これに決めました。このカバンにします。これにぬいぐるみをね、2つ入れる。今回は頭いいな。時間制限なしって言われるとゆっくり見ちゃうな。でも持てる分だけだもんね。どうしよう。なんか私の作戦としては、今日はちょっと一番ベースに大きいものを持って、その上にこう積み上げていこうかなっていう作戦ですね。ピカチュウのクッション、めっちゃ可愛くないですか。可愛い。これもう素材感はめっちゃいいですね。これをこうやってお盆みたいな感じにしよう。よし、この上に乗せるぞ。これはこの友達にね、最近ね、こうポカブ好きなんだよって言われ続けて、ちょっと気になってポカブ1匹入れます。こうやってね、作戦ポカブ配りましょう。この上に乗せるぞ。このメッソンのぬいぐるみ、ちょっと待って、お顔選びたいな。かわいい、かわいいな、みんなかわいいな。この子なんか顔がもっちりしてるの。この子を選びました。よいしょ。さあ、お買い物続きましょうか。たっくんも選んでるな。たっくんどうする。いや、欲しいものを両手に抱え込む作戦だ。なるほどね。時間があるからのんびり選びたいねっていう感じでのんびり選んでますよ。ただね、何が欲しいかって言われたらパッと出ないわけですよ。どうしましょう。全部欲しいんだよ。でもやっぱ考えて買わないとダメなんですよ。抱えなきゃいけないんで。これをもっと欲しいなと思ってたんで、ルンパッパのぬいぐるみをちょっと、ルンパッパをたくさんちょっと抱えよっかな。3匹ぐらい。よし、よいしょ。とりあえずこのルンパッパの3匹をここに基盤にして、ちょっともうちょっと抱えられるだけ抱えて、こう上に乗せていこうかなと思います。トクちゃんはね、メッソンがね、いいって言ってました。私はヒバニーが好きなので。いや、待って、こんなにヒバニーいるよ。お顔を選びたいと思います。いや、可愛すぎる。この子がね、なんか他の子と違って足を組んでいるっていうなんかね、可愛いから、じゃあこの子にします。この子をカバンの中の、いや、頭いいんじゃないか。よし、じゃあね、ここのコーナーはとりあえずそれでいいかな。次行こう。あ、こんにちは。かわいい。こんにちは。私まだ何も違い。嘘やん、何それ。あ、ときちゃん、何、見て、ときちゃん来て。あー、見て、よーい、ときちゃん、これ、これは、これじゃ、これ、これ選びな。顔を選びな。え、待って、顔選びな。なんでそんなにエリアに行く。萌ちゃん、萌ちゃんがなんかちょっと挙動が怪しかったですね。なんか何も持ってないって言って、カバン持ってたけど、まさかあの中に入れてるんちゃうかな。私はね、この間のハロウィン紹介の時に、ちょっとルカリオのパーカーはちょっと売り切れてなかったんだよっていう話があったと思うんですけど、なんと、ハル、ハル、やばい、ほんまに
これは買わずして買わねばならんぞと。よいしょ、待って、めっちゃかわいいこれ。いやー、ルカリオに乗り切っちゃおう。やばすぎ、やばすぎ。でもちょっと待ってください、もうだいぶ、もうだいぶ手がいっぱいになってきてしまいました。ちょっとだんだんこれ持てなくなるっていうデメリットが大きいかもしれない。カゴなしはいっぱい買えると思ったんだけどな。どうしよっかな。ここでちょっと割と大きめなやつをここの腕の間の入る時に入れておきたい。どうしよっかな。このピカチュウとか結構こういいんじゃない、こうなるんじゃないですか。あ、なった、しっくりくる、ほらめっちゃしっくりくる。たっくん積んで、え、たっくん積んでない、積んでないよ。ほんと、これちゃんと作戦通りだから。手ぶらないよ。手ぶら、うん、まだ手ぶらなの。あ、まさかまさか、わあ、こういう作戦ね。なるほど。あ、頭いいじゃない。あ、余裕なんですよ。まあ結構勝てるんですけどね。頭がいいやつがいました。じゃあ、あのマスコットのピカチュウ買いたいと思います。限界が来ました。オーダイルの方行ってもうフィニッシュしたいと思います。来てくれ。あ、危ない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 。うわー、これはこれはダメじゃないか。これはこれもダメですね。これは申し訳ない。あー、僕はこれでフィニッシュ。あー、お願いします。はい、すごいいっぱいですね。もう以上10点でお会計が 16,258円でございます。はい、まあまあ行きましたね。はい、お待たせいたしました、はい、ありがとうございま す。ただ無事に買えました。ちょっとたくん、なんだ、ちょっとお買い物が終わったたくんにちょっと声をかけてるんですけど、なんだこれ最後、うん、このカンカンのラムネ、カンカンのラムネ、これを乗せたい。分かった、頑張れ。じゃあ、なんで、なんでよ、ここは乗せてくれる流れちゃうんか。どこに乗せろって言うんだい。これね。そう、ラムネね。そう、あいよ、あい、頑張れ。ありがとう。じゃあな。よし、はい、私ちょっともうこれで腕が限界でいっぱいなので、これでお会計いきたいと思います。いや、やばい、これがカゴなし買い放題か。お疲れ様です。ありがとうございます。やばい、腕がもうパンパンや。以上、9点で会計が 17,273円でございます。おお、待って、なんかなんだかんだいつもの買い放題と同じぐらいの値段になった気がする。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい、お会計できました。なんかね、こうやっぱ私が企画持ってきて一番頭のいいことをこうなんかしちゃうとちょっとやっぱずるいかなって気もするんで、そろそろこの辺でね、こっちもなんか結構乗ったし、あとこっちになんか持ったら終わりにしようかな。じゃあちょっと最後にこのね、可愛いバクフーンのぬいぐるみのお顔を選んで終わりにしたいと思います。こっちの子の方がイケメンですね。じゃあこっちの子をね、こうやって持って、モテない、モテないね、もうね、モテない。じゃあこれでお会計に行きます。お願いします。はい、お預かりします。うわー、ちょっと値段怖いな、これ。以上20点でお会計が 24,695円でございます。20点も買って、絶対2人ともそんなに買ってないんよな。ありがとうございます。やったー、買いました。はい、じゃあね、3人とお買い物が行きました。はい、スタジオに戻ってこれをみんなに紹介したいと思います。じゃあいつものジャンプで。オッケー、オッケー、せーの、よいしょよいしょよいしょ。あれ、あー、早速この買った商品を紹介したいと思います。オッケー。たっくんから。僕から。いつも私からさ、こう紹介してるから、うん、はいはい、からいいでしょう、うん、こちら、じゃじゃん、萌ちゃんが乗っけてくれた靴下です。かわいい、モコモコや。そしてこれですね、あのスタッフさんに、あのお土産っていう感じで、はい、こちら、ダドン。これがですね、いつもお世話になってる人と、うん、これあの A さんです。こういう細かいのもね、ちょっとつけてほしいなと思いまして、うん、はい、最後こちらでございます。じゃじゃん、あー、はい、このマルカンコレクションのポケモントレーナーのやつですね、うん、うんうん、あ、
いやどうもこんにちは。出た。かわいい。こんにちは。かわいい。ちょっとこっち行かせてね。そして、次に。うん。はい、どうもこんにちは。あれ。こんにちは。あれ。ルンパンパン持つとルンパンパンになっちゃう。あー、大変。こんにちは。そして、次に。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。挨拶して、挨拶。はいはい、ちょっと、もいちゃんね。なになに、不思議なたくんです。日本でこれからいたんです。最高だね。あーじゃーん、オッケー。はい、等身大のピカチュウでございます。かわいい。いやでもこれはなんか腕がさ、長いたくんだからできたよね。確かに、私はちょっと無理かな。無理だよね。おきちゃん、はい、紹介をお願いします。はい、まず小物系からいこうかな。はいはい、じゃじゃーん、もっこーもこ靴下ですのゼリガメ。みんなでこれ冬お揃い履けたらすごい嬉しい。うん、次がこちら、よいしょ、2個ずつ、うん、これはコスメですね、うん、最近でも新しく出たパウダーとチークのミュのやつを買いました。わー、似合う。かわいい、うん、よいしょ、じゃじゃーん。なんだこれ。えポケモンの星食べようですね。星食べようは好きなんやけど、これハロウィンのパッケージ版がね売ってたので、うん、思わず買ってしまいました。あー、いいね。じゃーん、これちょっと開けていいですか。いいよ。はい、うん、中身がじゃじゃーんと。なんだ。はい、この味ラムネです。こっちがメロン味で、こっちがイチゴ味のラムネなんですよ。うん、へー、かわいい。で、ここからちょっと大物ですね。じゃあまずは、うん、こちら、じゃじゃん。あはレッソンのぬいぐるみです。どっちがトキちゃん。え、どっちがトキちゃん。似てるな。どっちがトキちゃん。わかんない、わかんない。お顔の形がすごい気に入りまして買いました。お顔の形。そしてもう一個のぬいぐるみやります。はい、めいちゃんのぬいぐるみですね。かわいい。納得ですね。納得だね。めっちゃかわいい。めっちゃ押すね。ちょっと一番大きいのを紹介しよう。あ、じゃあピカチュウのクッションですね。かわいい。かわいいよね、これ。かわいいよね。かわいい。ちょっとおしゃれな感じで、なんていうの、絵画風になってるんだよね。うん、一番最後、これやばいんですよ。じゃじゃーん、出たー。ルカリオのパーカーで出ました。かわいい。じゃあいなくなっちゃったもんな。ルカリオだもんね。ルカリオだ。まーちゃんとダックンとルカリオ。え、すごい、ほんまや。こんな感じですね。わー、はい、私のお買い物は以上です。はい、はい、紹介しましょうかね。はい、私も小物からいこうかな。じゃあまずは、うん、このライチュウのシール、保存用でね、もう一個欲しくって買いました。10番ボルトって書いてあるやつ。次、あ、なんだこれ。ちょっと前で見せてもいいですか。じゃん、ゲンガーの指輪。おしゃれ。そう、これ石みたいになってて、すっごいおしゃれな指輪になってるんだよね。次はね、これ一緒、もっこもこ靴下。もっこもこ靴下。これ3匹くんと、そこで3匹揃ったん、はい、お揃いです。お揃いで買いました、はい、で、ほら、メタモンも買いました。メタモン、かわいい。メタモンもね、うん、なんかこう一緒に並んでてさ、隣にいたから、うん、あーっつって。あ、なるほどね。買っちゃった。次、おお、タイミングがめっちゃ一緒やったんや。買ってるなと思って。その偶然。これは3人で開けたいと思います。わー、さらにこれも3人で開けようと思って買ってきました、うん、アクリルチャームコレクションです。次、タンブラーが2つ。本当だ、黒と白選べなくって、うんうん、両方買っちゃいました。これはね、思わず両方とも買ってしまいました。これがね、ピカチュウのポーチ、うん、なんかずっとね、スタッフさんがこのシリーズ持ってるの見て、なんかめちゃくちゃ可愛いなと思って、うん、狙ってたのを1個買ってきました。可愛い。割れ物なんだけど、穴水をコラボしたマグカップを買いました。可愛いよね。エレガントな感じでね、可愛い。これお、はい、たっくんとときちゃんはカードゲームをね、こうやると思うんだけど、うん、私どっちかっていうとコレクターなので、うんうんうん、こう好きな絵柄とかをこうコレクションして見て眺めたいなと思って、うんうん、コレクションのファイルを買ってきました。じゃあぬいぐるみ。はい、あお、なんでポカブ。知り合いがずっとね、うん、ポカブ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 とか言ってるのを聞いてたら、ちょっと洗脳されてポカブを呪文のように一番最初に買った。次が、じゃーん、あー、ガラルの最初
の3匹のヒマニー、うん、わーびっくりしてる。あれ違う、ガラルの最初の3匹ではガラルの最初の3匹おお、ワクフー、おっきいよね。おっきめのぬいぐるみを1個買いました、うん、今回、うん、なぜ20個買えたのかというと、私はあのカゴなしっていう部分で、うん、手で持つことをこう連想したけど、うんうん、手で持つならかけるのもありじゃないということで、うん、カバンをかけてこの中に商品をねいっぱい入れました。見てかわいい、全部ポケモンになってるのこれ。以上です。はい、私なんかカゴをない方がいっぱい買えるかなって思ってたんだけど、うんうん、なんかそんなにうまく持ってなかったやっぱ時間制限ないと言ってもやっぱ焦る要素は同じだなって思いました。別の種類の焦りがね、もっともっと別のいい作戦を考えて次あるなるやって言って、うん、ああなるほどね、うん、そう逆にこう両手にいっぱいみたいなのが体験できなかったから、うん、逆にそっちをやりたいなって思いました。はい、はい、というわけで今回はカゴなしお買い物をポケモンセンターでやってみました。はい、あとね、こんな素敵なラインナップがあるポケモンセンターなんで、ぜひ遊びに行ってみてください。今回のカゴなしお買い物チャレンジが面白いな、ちょっとやってみたいかもと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。